もっと人が喜ぶもの、もっとワクワクするもの、わーってなんか驚かせるものを今あるものから作るっていう行為は実はすごく大切なことだなと思って、よく子供とあのトントン相撲と折り紙で折って箱の上で遊んでたのをちょっと思い出して、せっかくこう空き缶があるんでその上を舞台にして、まあ、お相撲がで遊べるようなものが作れたら、おかきをこう囲んで、まあ、ちょっと古いですけどこたつであのおせんべいがあってお茶があって家族がみんな集まってっていうのがあのお菓子おかきの使命だなと思ってるんで、まあ、そこの中でこううちの商品を使って、まあ、そのトントン相撲をしてくれたらなっていう思いがありました。納得のいくものを作るっていうのは自分の中にもあったので、あの本当に右往左往したんですけど、あのいろいろ振り切ってもう考えてないことがないぐらい考えて、あの今に至ったのはやっぱすごいいい経験でしたし、 Let's enjoy to play with different、characters together and use and choose different buttons and even if that's fragrance and so also enjoy the kawaii design at home。 あの美しくて可愛らしくて、なおかつエレガントがあるってことで、あの僕これ本当にこんな風に再生してもらったことがすごくあの嬉しいですね。やっぱりなんか物があると言葉を超えるじゃないですけど、なんかこれがいいねっていうのをなんか多分目で見てわかるから、すごいすぐになんか2日目で一気に出来上がった感じだったんで、どういう使われ方をして今まで現代まで受け継がれてきたかっていうことを調べるところからスタートしました。もともとはそのね、あの反物と反物をつないでる継ぎ目やったんで商品になるんかなっていうのは正直思ってたんですけども、こうやって見るとすごくいい感じだなと思います。毎日必要なものじゃないんですけど、そこに眼鏡を置いた時になんか自分らしさとかなんか楽しさとか何か感じてもらえたらなと、あの楽しんでいただけると嬉しいです。はい、光の当たらないものにこうなんですか、こうちょっと、視点を変えてもうフォーカスして命を吹き込むというんですかね、なんかすごいなと思いますよね。ストーリーがあることでちょっと面白く見えるというか、それがこのプロジェクトの特徴なのかなと思ってるんだけど、良い意味でちょっとクスってちょっと笑顔になりそうな、なんか商品に本当にアイディアとコストと手間と美意識とみたいなものが分かりやすくこれ詰まってるものなので、ぜひなんかそのお守りにでもしていただけたらっていうふうに思います。よろしくお願いします。